皆さんこんにちは、今回のカープライムは、雪上に来てるんですけども、これは日産のね、広報 の方が、開いているこの日産のね、試乗会なんですけども、実は今回この GTR の T スペック、そして今ね僕も乗ってる RZ34、 そして今最近話題のエクストレール、そしてアリア、この4台をね中心にこの表情の方をね試乗したいと思います。では、Z の雪道、まあ、表情ですね、表情体験行ってみたいと思います。面白いですね、コントロールしながら。やっぱり FR は難しいですね。じゃあこれで一回オフにしましょうかね。 VDC オフにします。おお、滑る滑る、3速ぐらいがいいかな。うんうん、やっぱあれですね、オフだとこうやって滑ってくれますね。うん、なるほどなるほど、すごい滑りますねオフだと。だからもう、でもこれ簡単に楽しめるな、これ。うぅふぅふぅ、回っちゃったすごいですね、簡単に回っちゃいますね。アクセルのコントロールをちゃんとしないとダメですね。2速、あー滑る滑る。さあオフにしたまんまドリフトを楽しんでみましょう。てかやっぱり FR だとE フォースに追っかけられちゃいますね。うわ、止まんない止まんない、すごい難しいカウンターちょっとでも遅れたらもうこれ大変ですね。おお、おお、あんだあんだ、うお、すごいね。さあじゃあ次は GTR で行ってみたいと思います。さあじゃあ行きましょう。580馬力をどうこの氷の上で操るか、すごい楽しみですね。まあさっきのね Z はもう FR なんで、もう全然こうやっぱりこう前にね進まなかったんですけど、今ちょっとね時間がないんでR モードから行きます。さあじゃあ行ってみましょう。おお、やっぱ制御するとすごいですね。もう全然ちゃんと前に進んでくれるもんな、 GTR は4駆だからめっちゃ速いですね。やっぱりこのトラクションのかかり具合は本当にやっぱ GTR すごいですね、四輪うまく駆動して。さあさあ、ここはね本当滑るんですよ。ちょっとこの辺はアンダー気味ですね。やっぱり雪道なんでちょっとアンダーに設定されてますよね。 FR はねこの辺向きが変えやすいんですけど、ああ完全にこれは制御入ってますね。ちょっとオフにしてしまいましょうか。さあ完オフです。さあ完全オフ、そう完全オフだと向き変わってくれます。おお楽しい。そうケツにねトラクションをかけといて、そうやっぱりねちょっとアンダーっぽくなるんですよ。もう完全オフなんだけど立て直してくれますね、すごいな。やっぱ GTR ってすごいですね、これすごいな、この技術。これでも氷の上で完全オフですからね、今これこれで前に進んでくれるからすごいね GTR は。
すんごいよこれ。前に全然引っ張っててくれるね。スピンしそうになってもアクセル踏めば普通に前に引っ張っててくれるんで全然楽ですね。 Z はね、やっぱねちょっとグリップなさすぎですね、ここだと。だからもっとね、ピンスパイクぐらい、カップスパイクを履けばもうちょっと楽しいかもしれないです。はい、ちょっとこの路面だとね滑りすぎですね。はい、ではですね、これは新型エクストレイルの E フォースになりますね。これすごいですよ、これめっちゃ曲がってくれます。さっきね、Z とか GTR はもうものすごくアンダー出ちゃうんですよ。でハンドルいっぱい切りすぎちゃうんですけど、この車アクセル緩めればもうねすごい曲がってくれる普通に。でちょっと速度速いと、まあもちろんアンダー出るんですけど、でこちょっとねこう滑りやすいところでもしっかりとねこう制御してくれるんで、あ今自分の車がこうなってるなっていうのがねすごい分かりやすい、普通の舗装路走ってるような感じのグリップの仕方しますね。これすごいな、このブレーキをつまむシステムって相当すごいっすよこれ。そう、これもう完全に今グーってこうブレーキで多分止めてるんだと思うんですけど、 VDAC オフ状態ですね。じゃあ行ってみます。おお、あやっぱオフ状態だともう全然前に車が進まないですねこれ。あーもう全然やっぱり VDAC あると全然違いますねこれ。あーでもスピード乗ってくると速いすげえ。でもこれブレーキもすごいよく、ABS の効き方もすごい、なんかこれ多分車重重いと思うんですけど全然これブレーキも止まるし、ちょっと癖がありますね。うんうん、なるほどなるほど、姿勢変化でこううまく、ここなんかは逆にちょっと、そうちょっとね、ちょっとやっぱりこれプロドライバーだから多分そうやって思っちゃうんですけど、ちょっとつまみ、もうちょっと決めたいなっていうところで、つまみたいなっていうところであれですね、制御が入んなかったらつながると思いますね。初めにね Z からこう乗ってたんですけども、このエクストレイル、まあ僕こういう車って結構ね、そのまあこういう道とかって結構ギクシャクするのかなと思ったんですけど、やっぱりモーターのねうまく駆動がかかるところなんかすごくねうまく走るんで、制御は一番しやすいですね、車のコントロールの。ただ微妙にプロドライバーだとここでもうちょっと滑らせたいなっていうところでブレーキつまんじゃうんで、そこがまあでもね、一般の人が乗るんだったら多分そのつまむところがないとスピンしちゃうと思うんですけど、しっかりとそのね、プロドライバーだったらもうちょっとつまみがなければいいかなっていうのがちょっとありました。それ以外はね本当にいい車ですね。アンダーも出ないですし、乗りやすいです。アテーサー入ってる方が全然制御しやすいというか、まあ普通の人が乗るにはそれしかないですね。でオフにしたらもうここ全然進まないです完全にもう前にかかないんで、だからオフする人はもう本当に腕に自信がないと多分危ないと思うんで、そのオフにしててもさっき言ってたブレーキつまむのはやっぱ残ってるんで、本当にグーってこうドリフトを決めたいっていうのはなかなかねできないと思うんですけど、ただ絶対事故らないと思います、そういう風にしてるんで。なんかあった時でもちゃんと止めてくれるっていうのはこの車の良さだと思いますね。はい、じゃあ続いてはですね、アリアの、E フォースに試乗したいと思います。これね実はね僕一番ちょっと気になってた車なんですよね。これねやっぱり静かっすね、電気自動車。あーなんか電車乗ってるみたいですね。うわーなんか不思議な感じ。そうなんかね横に滑らしたいんだけどもう完全に制御されちゃってます。っていうかすんごい速いねこれ。こんなに速く走れるのこれ。おおほう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 、なるほどなるほど。
じゃあですね、今から VDC オフで行ってみたいと思います。さあ行きますよ。やっぱ VDC オフだとまあやっぱりちょっとね、電気自動車なんで、もそれでもすごいなこの加速。もうだって70キロまでこう自然に加速しちゃう。すごいなこれ。でしかも回生が行くんで、ワンペダルでここ止まっちゃうし、そうアクセル踏む、アクセルオン、そうそう、これで向き変わってくれるね。やっぱ四駆の制御すごいな。ここでちょっとアンダーにはなるんだけど、そうやっぱりね、スピンさせないようにアンダーに持っていっちゃうよね。まあ普通の人が乗るなら、まあこうじゃないと多分危ないね、うん、僕らが乗るともうちょっと曲げたいなっていうのはあるんだけど、そうここでね、こうブレーキつまんでちょっとアンダーにするんですよ。そうそうそう、でここから踏んでいくと、おお、四駆パワー、四駆パワー、いいねいいね、おいいいいいい、そうしっかりと姿勢制御を、そうそうそう、ちょっとね、やっぱりアンダー気味なんだけど、まあこれぐらいの大きい車だったらそれぐらいにしとかないと、ちょっと普通の人だったら簡単に回っちゃう感じですよね。おお、滑る滑る、うんうん、モードも変えられるんですよね。今スノーになってるんですけど、これちょっとスタンダードでいってみましょうか。スタンダードの完全オフ、そう滑ってますよっていう。ちょっとこれだと回生がなくなるんだね。あーなるほど、うんうんうん、なるほど。あーこれスタンダードモードになったらちょっとね、お尻触れますね。ちょっとやっぱりスノーだとつまむんですよね。つまむんですけど、スノーじゃない仕様に今スタンダードモードにしてるんですけど、スタンダードモードだとつままないです。だから姿勢変化はすごいしやすいです。なるほど、こうやって向き変わってくれる。そうそうそう、でも向き変えようとするとちょっとリアがまだくっついてくれる。そうそう、でもね、スノープロドライバーはスノーよりもスタンダードの方がいいかもね。うん。うん。ちょっとアンダー傾向にはなるんだけど、うん。なるほどなるほど。いやー面白かったですね。やっぱエクストレイルと全然違うね、なんか。あとね、最後スポーツモードで走ったら、ちょっとエンジンみたいなちょっとこう音も出してくれて。ノーマルモードまで、スタンダードモードまでは全然音しなかったんですよ。静かだなと思ったんだけど、スポーツモードにすると回転というかね、そのコイルスピンして回転上がった時に、モーターの回転上がった時にエンジンみたいなちょっとこう演出してくれてる、それがこの車ちょっと面白いですね。であと車の組成がいいんで、ものすごくコントロールしやすいです。ただやっぱり今の車ってどうしてもスピンさせないような制御が入ってるんで、やっぱりここで踏んで曲げたいっていう時にスピンすると思って止めるのはどの車もやっぱり一緒ですね。まあでもそれがね、一般の人の安全にもつながるんで、まあプロドライバーはねそこコントロールできるんですけど、まあ一般の人が乗るっていう意味ではすごくいい制御になってると思いますね。今から Z、こっちはね、オートマですね。オートマの Z で走りたいと思います。スラロームから行きたいと思います。オートマでも十分今みたいにスライドコントロール楽しめますね。じゃあ次ちょっと、低上縁の方行ってみましょうかね。なんかいろいろ走れて面白いですね。おー簡単にもう回っちゃいます。おほほほ、なかなかいいですね。なかなかいいですね。なかなか面白いですね。低上縁、ゆっくり低上縁です。ゆっくり低上縁。
そう、向きを変えながら定常円でうまくコントロール、スライドをこうスピンさせないようにアクセルも丁寧に丁寧にいってうまく、あーいいっすね、これでも奥でこんだけ楽しめればいいっすね、楽しい楽しい、コツをつかみながら、あーちょっと振りすぎ、これね難しいね、そう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 、こんな感じだね、こんな感じこんな感じ、そう丁寧にこうやってうまく、おーできたできたできた、そうそうそう、こういう感じですね、なるべく8の字でも楽しいね。続いて乗るのは、これエクストレールなんですけども、実はこれねエクストレールのオーテック仕様ですね。さあじゃあ行ってみたいと思います。まずはスラローム、さあ、おお、やっぱりね e-force はすごいね、曲がるわ、そうそう曲がるし、うんうん、スラロームなんか、いや本当技いらないな、これ小技いらないっす。僕らさっきまでは結構小技を使ってこうヒュッヒュッってもう回ってたんですけど、勝手にこれフロントが入ってくれるんで、プロドライバーがいらないような感じになっちゃいますよねこれね。あ、じゃあちょっと定常円行ってみますか。うんうんうん、なるほど、こういう感じですね、こう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 、ほうほうほう、おー横滑り横滑り、あーはーはー、これ内側向きながら、うんうんうん、なるほどなるほど、あー回りましたよ回りましたよ、定常円ステリアリングをしっかりとインに向けたり外に向けたり、うん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 、なるほどなるほど、あいいっすねいいっすね、へアクセル一定でこんだけくるくる回れます、あオフにしてこんだけ回れたらいいね、へすごいすごい、へ面白い面白い、あいいっすねいいっすね、面白い、はあ、ははあ、これ楽しめるね、これE-force でも全然楽しめますよこれ楽しいわ、すごいですね、面白い、アリアで早速ちょっとね、行ってみたいと思うんですけども、この車はどこでサイドブレーキを、あこのまま行けばいいのか、そうですね、ちょっとね あのアクセルに対してすごいソフトになりますね、スポーツモードは早開きになるんで、であとねやっぱスノーモードはさっきアンダー出たんですけどよく曲がります、すんごいなこれ、全然スポやっぱりねスノーモードはすごい、これでもフロントの曲げ方ほんとすごいな、これこうやってフロントがグイッて入ってくれるもんね、気持ちいいぐらいフロントが入る、へえ面白いね、さあさあ旋回モード入りましたよ、あちょっとやっぱりアリアの場合はちょっと旋回するのが思ったより難しいですね、あーなるほどなるほど、今回り出した、そう回り出した、うんうん、ちょっとやっぱね重い分だけちょっとやっぱり感性つくと外側に行こう行こうとしますね、あはは、うん、ちょっとそこだけがね、まあでもこれだけ重い車をねこれだけ振り回せるのはすごいんだけど、なるほどね、うんうん、ああなるほどね、あ一回ねもうね一回回り出したらうまいこと感性で回ってくれます、うんうんうん、
でもちょっとやっぱり流れ出すとちょっと止まらないですね。だからそうしないためにもスピンモードをなるべくちょっと強くしてるからちょっとアンダーステアになってる感じなんですね、これ多分ね。やっぱり感性がある分だけ早くモード入れとかないと外側に振り回されちゃう可能性があるんで。いやでもすごい、こんだけ感性ついててもこんだけ綺麗に回れるんですよ。しかもまあ もちろんねこれ VDC オフじゃないとできないですけど、 VDC オフの制御でもすごいね、これ気持ちいいね。へえ、すんごいなこれ。うん、どん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 ケツが出てくる。いいねいいね。だからやっぱそのね、味付けっていうのはやっぱりよく考えられてますよね、この重いからその分の制御のシステムっていう意味では。いやーすげえいいシステムですね。モーターでもこんだけ楽しめるっていうのが、電気自動車でもこんだけ楽しめるのはすごいね。これはいい車だ。はい、ということでね、今日は日産のね、氷上でのね試乗会 Z だったりね、あと GTR だったり、まあアリアですよね、そしてあのエクストレイル乗ってきましたけども、まあ、やっぱりねどれも日産の制御っていうのはね本当に細かく、そしてねやっぱり事故がないように作られてるんで、まあもちろんねプロドライバーが乗るとね、ここでもうちょっと流れてほしいけどっていうところなんですけど、それはねプロだから回避できるんですけど、まあやっぱりね日産車っていうのはねそこを誰でも乗れるような車でもしっかりね事故しないようにねできてるので、まあその制御がね今回まあ体感できたっていうのはねすごく良かったですし、まあ、僕も日産ドライバーなんでいいことしか言ってないんじゃないかなっていうふうにね思われがちなんですけど、結構ね僕の中ではいろいろとちょこちょこ自分が思ったことを言ってますので、日産の方にもね伝えられたらいいのかなというふうに思いますし、あとはねスラロームも良かったですし、外周路のね車を振ったりとかするっていうのも良かったですし、あと低上縁ですね。低上縁はとにかくね、まあもちろんねその FR はすごくねコントロール難しいんですけども、まあ E-Force だったりE-Force のねエクストレイルとあとアリアですよね、あんなに綺麗にね低上縁かけるっていうのは正直ねなんか四駆ってアンダーしか出ないイメージがあったんで、それがあんなに綺麗に低上縁をね描けるっていうのはモーターの制御っていうのはねやっぱりある意味日産車はね進んでるなっていうのをね改めて体感できたと思うので、皆さんも試乗していただければこの日産車のね楽しさが分かると思いますので、ぜひねお近くの日産ディーラーへ行ってみてください。ということで、今日はカープライム、特別編というかね、日産のね試乗会の方、これからもまたやっていくと思いますので、カープライムのね、いいねそして登録よろしくお願いします。